君はもうトロイメライファイナルファンタジー10-2実況プレイ。皆さんもこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はマカラーニャの森と雷平原のエピソードコンプリートをしたと思うんですが、裏で前回シドを助けた洞窟ですね、新たに雷平原で発見された洞窟内を探索というか、まあ謎解きというかをやってまいりました。ちょっとね、かなり時間がかかりました大変でしたね、なんだかんだ。で、そこで見つけたものを今回最初に紹介していきたいと思います。まずこれ、腐敗の秘伝、残機王が HP 限界突破を覚えられる、大事なものですね。あとは装備品かな、間違えた。まずこれ、暴れるの心得、バーサーカーの時に覚えた暴れるがいつでも使用か。と、あとね、前回倒したベヒーモスのそっくりさんみたいなモンスターを倒した時に置いてっちゃった宝箱から確かこれだった気がする、神秘のベールを手に入れました。魔法防御を40アップ。あとはこれタリスマンで魔力を30アップと、今ユーナが装備してる属性王っていう、全ての属性を収めた称号、全ての属性の攻撃吸収をするってことなんで、かなり強力なんじゃないかな前ユーナが4属性の半減のなんかつけてたと思うんですけど、あ、違うか、ちょっと待って、今唐突に思い出した、神秘のベールじゃないかも、これかも。あのベヒモスそっくりさんが落としたやつ、フォーブレス、炎、氷、雷、水属性の攻撃を受けると HP が回復するってやつだったかも。で、これユーナがしてたんですよね、装備フォーリングの上位互換みたいな感じですね。それよりさらに強いんじゃないかなって思う属性王です。ちょっと手に入れるのにかなり時間がかかりました。で、あとこれです、約束された癒しっていうリザルトプレートを手に入れました。覚えた白魔法が使えるってことなんで、ユーナが装備したら結構いい感じになるかなって思います。ではでは早速、今回はですね、グアドサラムから攻略していきたいと思います。前回雷平原を終えた時点で 85% ぴったりですね。はい、ということでグアドサラム帰ってきた者たち、グアドサラムの近くを通ると不思議な音楽が聞こえてくる。演奏しているのは誰だ？行ってみましょう。はい、大なる調べとはこのことですな。我らグワードはあの音色に救われたようなものです。グワードはスピラのつまはじき者となり、多くの仲間がグワドサラムを去りました。最後まで残った我々もすべてに疲れてマカラーニャの森へ身を隠したのです。あの森とともに滅びてしまおうと。しかしそこで彼らと出会いました。彼らもまた森と一緒に消えてゆくつもりだったようですが、その演奏を聞いてふつふつと湧き上がるものがございましてな。彼らの音楽、滅びさせてしまうにはあまりに惜しいと。そこで一族の者と相談し、彼らをこの町に連れ帰ることに決めたのです。反対する者は一人もなく、我らグアドは久方ぶりに団結いたしました。
彼らの音楽がグアド族のすさんだ心を癒してくれたのでしょう。はい、すいません、ちょっとカット入ったと思います。なんかね、パソコンが突然スリープに入っちゃうっていう謎の現象がたまに起きるんですけど、それが今起きちゃいました。とりあえずは大事なところは切れてないと思うので、このまま進んでいきたいと思います。素敵な曲だと思わない？ルブラン様にも聴かせてあげたいわ。クオンって本当にいい曲ですよね。すごい一番好きかもしんない、 FF102 で。音楽っていいものよ。とても幸せな気分になるもの。そうね、私も音楽大好き。またここに帰れてすっごく嬉しいんだ。よかったね、故郷に帰れるって嬉しいよね。彼らの曲を聴いて我らグアドは希望という言葉を思い出したのです。音楽の力ってすごいな。この町にいたハンターたちの一部はよその土地に移ったようだ。ハンターなんていたの？グアドのハンターってこと？あ、ベライさんじゃん。今日この日よりこの町が我らの新たな故郷となった。よかった、消えてなかったんだ。ポルンもプカラもこっちへ呼んでみんなで一緒に暮らすっぺや。今度ユーナが歌うときはさ、ぜひぜひ僕らを呼んでよね。もちろんもちろん。ロンゾが我らを憎んでいることはよく承知しております。もし彼らが攻め込んできたとしても逃げも隠れもいたしません。話し合うというならそれもよし、私を殺めるというならそれもまたよし。ロンゾは大丈夫、血を流すことを望んでいません。そう、長老がしっかりしてるからね。それは結構なことで、我らも新たな族長を立てなければ。じいちゃんがなれば？とんでもないことでございます。私などジスカル様とシーモア様にお仕えしただけのもの。んなことはねだなや。あんた大したもんだっぺよ。そなたは危険を顧みず我らに救いの道を開いた。その覚悟、族長たるにふさわしい。しかしそれはあなた方の音楽の力であって。それはきっかけさ。みんなの命を救ったのはあんた自身の決断だ。さようでございますか。でしたら一族のために老骨に鞭打ってみましょうか。辛いことがあったらさ、僕らの曲で応援するよ。エピソードコンプリート。あー、なんかすごい嬉しい。なんかトアメルさん結構10の時なんだろう、まあシーモア側だったからしょうがないのかもしれないけど、あんまりいい印象がなくって、ちょっと携帯の着信入っちゃった音が、そうだからなんだろう、ちょっと壁を感じるって言ったら申し訳ないけど、そんな感じがあったんだけど、やっぱりいい人だったんだね。よかった、これが今回でそれがちゃんと分かったっていうか、まあ、いろいろあって大変だと思うけど、トアメルさんならやれると思う。ベライさんたちも無事でよかった、本当。あのまま消えちゃうのかと思ったからさ。はーい、一件落着ということですが、もう一回グアドサラムに降り立ちたいと思います。族長を務めることになったトアメルが町を仕切ってる。あんまり無理しすぎないでほしいよな。そうだね、あんまり一人で抱え込まないようにっていう感じだけど、まず開かずの家の、前ってどこだろう。そこにトアメルさんがいるみたいな。あ、ここか。おお、
ユーナ様、ちょうど良いところへ。何かご入り用のものがございましたら、何なりとお持ちください。でもここって？ここはグワードの思い出が眠るところです。グワードサラムを去る際、一族に伝わる品を保管しておいたのです。一部の者は密かにここを訪れては王子を懐かしむこともあったそうで、ささやかな思い出も時には人の慰めになるものですな。じゃあ私がもらうわけには？いえいえ、ユーナ様の道は未来に通じておられます。グワードの過去をスピラの未来のために役立てていただきたいのです。いい人だな。いずれガガゼトさんに赴き、ロンゾの長老と話し合ってみるつもりです。じゃあキマリと会ってくれるのかな。スピラが変わったようにグワードもまた生まれ変わることができるでしょうか？もちろんですよ、大丈夫。まあ元からグワードみんなが悪いってわけじゃなかったしね。シーモアがちょっと暴走しちゃったっていうか、まあ、あの人もかわいそうな人ではあるんだけど。ひょっとしてユーナ様？うん、やっぱりリアンとエイドに聞いたんだ。あれ、友達？うん、ロンズは僕らが嫌いだって思ってたけど友達になったんだ。そうだ、これあげるよ、エイドからもらったやつ。リザルトプレート不屈の闘志をゲット、ありがとう。いいの？うん、同じのいっぱいくれたから。そんなに持ってるんだ。僕リアンに聞いたんだ、ユーナ様とロンゾの長老の物語。ユーナ様にはこうして会えたから、今度はロンゾの長老に会いに行くよ。いつか御山一緒に登ろうってリアンたちと約束したしね。いいね、なんか次世代っていうか未来のそれぞれの、なんだろうな、族族って言い方あれだな、種族か、種族を守っていく立場の子たちが仲良くなれたってことはすごい大きいと思う。フォーブレスってさっき手に入れなかったっけ？さっきっていうか前回手に入れたやつじゃなかったっけ？あ、そうですね、したかんだ。あとリザルトプレートのどこだ、不屈の闘志。お、HP と MP が2倍になる。はあ、でも通らないとダメか。うんうん。あのバッグに書かれてるモンスターは何だろう。リアンとエイドはガガゼットさんで長老に謝るんだってさ。おお、なるほどね。もう一回聞いてみよう。オッケー。この子にのイベントが発生するのはストーリーレベル2か3でリアンとエイドと話したことがある場合のみみたいですね。で、あとグアドサラムのエピソードコンプリートのためには、まあ、ロンゾの出撃を阻止している必要があります。で、この時点で 86% かな、ぴったりになっていれば順調なので一回確認してきます。はい、86% 達しておりましたので大丈夫でしょう。で、あともう一つ探したいところがあるのですが、あっちかな？ここ？カモメダンさん、よろしくさん。またまたお歌歌ってね。また機会があれば。はい、またまたちょっとカット入ってしまってすみません。出演者心得その1、恥ずかしがっていてはダメ。東部領館のイベントに参加者希望者いっぱいだよ。そう、ここは東部里さんの事務所みたいですね。で、目的のものはこれですね、カイザーナックル。ただここで手に入るアクセサリーっていうかアイテムがいろいろ
違ってきましてですね、カイザーナックルはそれほどなんだろう強い感じではなさそうなんですよね。あれどこだ、あったあったあった、攻撃力を50アップってことなんですけど、他にも2種類ぐらいアイテムがあって、これまでにクリアしてきたエピソードというかミッションをコンプリートしていなかったりっていうのが条件になってくるので、1周目でこの 100% を目指そうとするとどうしてもカイザーナックルしか手に入らないみたいですね。まあ一応もらえるものはもらっておきましょうか。 OK、 じゃあ、グアドサラムでのイベントも一段落ですね。ではでは、ちょっとさっき割とさらっとスルーしちゃったんだけども、グアドサラムで見つけた、バラライのスフィアかなを見ていきたいと思います。これだな、寺院の秘密。これも撮影時期および関連情報の詳細不明みたいですね。見ていきます。木の苦労死に使い捨てられて赤城隊は全滅です。仲間も僕を裏切り帰る場所はありません。だがそれでなぜ私を頼る。これでもエボンの老師だが。木の苦労死ととある老師が水面下で権力争いを演じているとか敵の敵は味方か。必ずやお役に立ちます。結構、お前の身柄は私が預かる。いずれ寺院に戻れるように赤城隊員としての記録も消そう。ありがとうございます。ではそれまで身を隠します。よろしいのですか。腹の底で何を考えているのやら。利用価値はある。大召喚士の娘のように。小賢しい物言いはすかんな。ああ、ユーナ様が乗ったシパーフが原稿が終わったとのことです。ささシモア様、歓迎のご準備を。未来の奥方となられるお方ですぞ。そうだな。とってもとっても久しぶりにシーモアを見たいやー、バラライと面識があったんですね。まあ、天にはバラライはもちろん登場してないわけですけど、まあなんか彼らは彼らでいろいろ裏で行動していたのかな。さてさて、じゃあまあもうちょい続きをやっていきますかね。次は、原稿がいきたいと思います。原稿がリライブ、雷平原コンサートを成功させたトーブリが次のイベントを開催。今度も大成功間違いなしか行ってみましょう。よし、じゃあ多分トーブリはいつもの場所にいると思うのでそこに行きたいと思います。いやー、かなり各地のエピソードもコンプリートしてきて、いよいよ大詰めにといった感じですね。まあまだまだこっからが長いんですけどね。いたいた。ウィーウィー、大成功でしたね、雷平原ライブ。でも甘じてられませんよ、成功には。次につなげないと、あの成功を。まあ見ていってください、ごゆっくり。
ウィーウィー、せっかくですからどうです飛び入り。大歓迎ですよ、皆さんでしたらお願いしたいくらいです。こっちから、はい、じゃあここで飛び入りをします。これは私がカメラ普通に動かせんのかな。別に歌ってるとかそういう感じではなくって感じか。あ、かわいいリュック、黄昏れてるって感じ。マイン姉さん音楽聴いてんのかな。ユーナは相変わらずかわいいな。このリュックめちゃくちゃ可愛い、すごい好き。いいかな、もう終わっても。よし、終わろう。いやー盛り上がりました、もう最高に。ありがとうございます、本当に。差し上げませんとね、俺。別にいいよ、私たちも楽しかったしね。ウィーウィー、そうですか、楽しんでいただけましたか。ウィーウィー、嬉しいですね、そう言っていただけると。夢だったんですよ、私、みんなの心をつなぐ役に立つことが。だからやってるようなものです、この仕事も。ええ、おっと、長すぎましたね、おしゃべりが。待ってますからね、次のお客さんが。さーて、仕事仕事、頑張ってね。そうそう、また期待してますよ、ご協力を。皆さんの伺いますから、出演以外に改めて正式に後日。ウィーウィー、かわいい。ものすごい統治法で喋るよね、トーブリさんって。はい、これでエピソードコンプリートになります。ここまでクリアして 86.6% かな。はい、時間的にもうちょい余裕があるので、もうちょっとやっていこうかなと思います。次の地点ぐらいまでは行けたらいいな。さてさて、セーブはいいか。特にめちゃめちゃ作業が大変だったっていうわけでもないし。ではでは、次はなぎ平原行きたいと思います。PR 合戦終結、なぎ平原で営業していた2つの講師の競争がついに決着だ、結果発表を見逃すな。行ってみましょう。私が応援してたのは確か青空講師だったかな。決着がついたってことですが、どうなんでしょうね。ついに決着をつける時が来たよ、覚悟はいいかい。何を言うか、そりゃこっちのセリフじゃい。大した自信ね。じゃあせーので発表よ。いつでもよいわ。タカ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 タ、せーの。420点でレベルは5だ。0点でレベルは1じゃ。圧倒的勝利ですね。やったー、勝ったぞ。約束通り、そっちは撤退だよ。ウィーウィー、またトーブリさんか。ダメですよ、二方とも。言ってはなんですけど、こんなことを。この雰囲気ですね、何がまずいって。来ませんよ、お客さん対立してたら。ですからいかがです、この私に仕切らせてみては。ある意味何でも屋さんみたいだよね、トーブリって。お、これでいいか、エピソードコンプリートになります。対立していた青空講師と銀色講師がトーブリの仲介で手を結びました。事業統合に伴う変化は、サービスの充実、なぎポイントの新設、青空銀色ポイントの合計がなぎポイントにされます。
受付係の統合、2人いた受付係が1人になります。ホバーの充実、平原南北の入り口2カ所からもホバーが発着します。なるほど。ゲッターカモメ新設、青虎講師が秘密裏に研究し、トーブリがアレンジした新アトラクションがスタート。マカラーニャ方面入り口付近にオープン。なるほど、新しいゲームが増えたってことかな。で、一応エピソードコンプリートはしたんですが、もうちょっとやりたいことがあるので、まあ、今回はもうコンプリートが上がるイベントはなさそうですが、まあちょっとアイテム回収がてら行ってみたいと思います。もう一回凪平原を訪れていきましょう。トーブリのプロデュースで凪平原の楽しさ充実、最後まで遊び尽くせ。お、ここに来るのか。で、まず親父の宝箱を見つけたい。多分この後ろ側から行くんじゃないか。あ、これだな。はい、5万ギルをゲット。これですね、確か通信スフィアのイベントで親父さんが隠しているのを見たと思うんですが、それを親父さんに返すということですね。あれ、話しかけれない。あれ、どうやって話しかけんだ。あれ、ここから行けばいいのか。聞いてくれんか。ちょいと困ったことになっての。いや、その隠しといたものがなくなっちまってな。あんたこの辺りで5万ギル拾っとらんか。はい、これで素直に返してあげましょう。彼のなんでね。おお、すまんすまん、助かったぞ。あ、この人が親父さんか。あの座ってる人が親父さんかと思った。いや、何も言わんでええ。あんたは恩人じゃよ。とにかくこれはお礼じゃ、取っておいてくれ。はい、剣技の心得ってことなんで、多分戦士のあの剣技が使えるようになるよっていうアクセサリーじゃないかな。で、あと息子の嫁探しのポイントも十分溜まってると思うので、はい、結果発表ですね。あんたらが協力してくれた嫁探しの結果発表じゃ。発表じゃ。息子のところに来てくれた嫁さんはこちらの方々じゃ。おお、4人もいる。めちゃくちゃ喜んでんな。いやいや、よく頑張ってくれたの。ちと頑張りすぎたぐらいじゃ。まさか何人も来てくれるとは思ってもみなんだ。まあ誰が嫁になってくれるにしても、これからはわしらで何とかしますわ。それはお願いします。感謝しとるよ。はい、アクセサリー倍速の腕輪をゲット。はい、これでまあ前々からちょくちょく頑張っていた PR イベントも無事終了ですね。これがいいんだよね。いつでもヘイスト状態、ヘイスが使用可能。ただ誰につけるかってことなんだよな。リュック、この中だったら今リュックかな。ヘイスがも使えるんで、よし。はい、ではでは、このまま谷底の洞窟に向かいたいと思います。そこにゲットしたいアイテムがいくつかあるので。お、ユーナがマジックスロット覚えましたね。よしよし、確認していこう。まだ洞窟にすらつけていないのですが、アイテムスロットか。よりはそろそろこっちの方覚えていきたいので、お裾分けから下のやつを覚えてきます。はい、洞窟のとこまでやってきましたが、また敵が出てくると思うので、
何にもイベントとかがなければ、アイテム回収のところだけお見せしたいと思います。アビリティカモンを覚えましたってことで、パインがついに調教師をコンプリートかな、軽い軽いしたと思うので、間違えたですね。フロリーかなりもう使いやすくて頼りにしてたんだけど、装備から変えればいいかな。さてどこを何にするか、違うリザルトプレートの、何をどう入れ替えようか。これは何だ、バーサーカーじゃなくって、あれバーサーカーだったのかな。うん、じゃあこのままサイキッカーでやっていきましょう。装備でサイキッカー、テレキネシスやテレポーテーションなど超能力で戦うドレス。おー、まあ全然どんな感じかわからんですが、順々に、あ、いや、こっち系から覚え、あーでもなー、でも全体攻撃ができるなら吸収から覚えてもいいでしょう。ということでちょっと戦ってみてもいいかな。まず宝箱回収、標準の指輪、OK、来たよ。ちょっとね、最近フロリーに、お、常に浮いてる感じなんだ。燃えてきたよ。あ、あー、めんどくさいな、リボンが欲しい、とっても。サイコボム、どんな感じなんだろう。着替えたい針がちょっとめんどくさいんだよね。あ、強っ、めちゃめちゃ強いありがとうございました。結構攻撃力ある感じなのかな。よし、ということでしばらくパイン姉さんはサイキッカーでいきたいと思います。水神の指輪、雷と水の閃光、守りの腕輪、はい、大事なもの、暁の雫をゲット。これが一番欲しかったかな。大事なものってことなんで、察しのいい皆さんならわかるでしょう。フロラフルルが HP 限界突破を覚えられるってことで、多分そのうちマキナブースターの、マキナブースター、なんかHP 限界突破版が来るんじゃないかなって感じです。はい、戻ってまいりました。ということで今回も 3箇所くらい、エピソードコンプリートをしました。まだちょっと残っているので、次回もまたエピソードコンプリートを目指して頑張っていきたいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。また見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。